坂道グループには様々な特徴あるメンバーがいますが、ファンの間ではタヌキ顔の子が最近増えていないかと話題になっています。またタヌキ顔の子が増えてきている理由として、坂道グループの運営がタヌキ顔が好きだからという考察をするファンもいるほどです。今回は坂道グループの運営はタヌキ顔大好き説について検証していきたいと思います。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。タヌキ顔の長濱ねるが人気になる。坂道グループでタヌキ顔の子が多くなったのは、欅坂46の卒業生長濱ねるさんが人気になったのが大きいです。長濱さんは親の反対があり、他の1期生のメンバーから遅れる形でグループに加入しましたが、加入当初からタヌキ顔で可愛いとファンの人たちから言われていました。グループ内での人気も高く、在籍時は同じく卒業生の平手友梨奈さんと並ぶほどです。2017年に長濱さんはファースト写真集ここからを発売しましたが、初週で約 9.8 万部を売り上げました。これは当時としては歴代の女性ソロ写真集の中で2番目に多い初週の売り上げです。また長濱さんはグループ在籍時から欅坂のファン以外の人たちにもタヌキ顔の可愛い子として認知されていました。Twitter 上の欅坂を知らない人たちにも、欅坂はよく知らないけど長濱ねるは癒し系で好き、長濱ねるさんって子タヌキ顔で可愛いなとツイートしていたほどです。さらに長濱さんのファースト写真集の公式 SNS も長濱さんのタヌキ顔を何度もネタにしており、タヌキの置物と長濱さんの写真集を一緒に撮ってツイートするということもありました。そしてグループ在籍当時は他のメンバーにもタヌキ顔をネタとしていじられることもしばしばありました。菅井優香さんが写真集の撮影が決まり不安になっている時には、卒業生の小田奈々さんがタヌキ顔のねるでも出せたんだから大丈夫と励ましていたというエピソードを出演したバラエティ番組で話しています。このように長濱さんはメンバーや周りのスタッフ、そしてファンにまでタヌキ顔と認知され、たくさんの人に愛されてきました。そもそもタヌキ顔とは、タヌキ顔とはその名の通りタヌキのような全体的に丸みを帯びた可愛らしい顔のことです。長濱さん以外の坂道グループの OG を例にすると、西野七瀬さんや伊藤真理香さんなどもタヌキ顔に分類されます。まずタヌキ顔の特徴として、顔の輪郭が丸みを帯びていることが挙げられます。そして鼻はあまり高くなく丸みがあり、目はパッチリとしてて目尻が下がった垂れ目であることもタヌキ顔の条件になります。他にも眉がアーチを描いていたり、唇はぼってりしていたり、童顔で周りから若く見られがちだったりといった条件に当てはまればタヌキ顔です。こういった特徴を持つタヌキ顔ですが、タヌキ顔の特徴を持つ人は性別問わず愛嬌があり、親しみやすく異性からモテやすいと言われています。さらにタヌキ顔の女性は異性にモテやすいだけではなく、同じ女性からも好かれやすいと言われています。そのため女性の中にはタヌキ顔の女の子に憧れを持つ人もおり、長濱さんも女性ファンからねるみたいなタヌキ顔になりたいと憧れを持たれることも少なくありません。またアイドルがより多くの人に愛されるためには、愛嬌や親しみやすさが重要です。そして男性ファンだけではなく、女性ファンをできるだけ多く獲得することも重要になってきます。つまり愛嬌があって親しみやすく、同じ女性にも好かれやすいタヌキ顔はアイドルにとってすごく大きな武器になるということです。長濱さんが人気になって以降、各グループにタヌキ顔の子が増える。長濱さんが人気になって以降、各グループにタヌキ顔の子たちが増えているとネットで話題になっています。特に上村ひなのさんは坂道合同オーディションで合格し、改名前のひらがな欅への加入が発表された段階からタヌキ顔の可愛い子としてファンの人たちに知られていました。また上村さんは全体的な雰囲気も長濱さんに似ていたことから、最初の頃はファンから長濱ねるの再来と言われていたほどでした。他にも長濱さんの人気が出てから開催されたオーディションで加入した子の中にもタヌキ顔に分類される子も何人かいます。そのためファンの間では、坂道グループの運営にはタヌキ顔好きの人がいるのではと言われるようになりました。では本当に坂道グループの運営が長濱さんの人気が出てから開催された各オーディションでタヌキ顔の子を合格させているのでしょうか。ひらがな欅2期生オーディション、坂道合同オーディション、乃木坂5期生オーディションを経て各グループに加入したメンバーの中にタヌキ顔に分類されるメンバーはいるのかチェックしていきます。乃木坂46の4期生5期生でタヌキ顔の子は、乃木坂46の4期生と5期生でタヌキ顔といえるのは、4期生の佐藤梨花さん、筒井あやめさんと5期生の伊沖真央さん、富里奈央さんの4人です。筒井さんは坂道合同オーディションから乃木坂46の4期生として加入したメンバーの一人ですが、目は比較的垂れ目をしていて、顔の輪郭も比較的丸みを帯びています。
また筒井さんは性格もまったりとした感じなため、可愛らしい見た目も相まってファンの人たちからかなり愛されてきました。しかし坂道合同オーディションのショールーム審査で、配信中に視聴者からタヌキ顔だねというコメントがあった際にすごく険しい顔をしています。そのため気にしている可能性が十分あるので、筒井さんに直接タヌキ顔と伝えることは避けた方が良さそうです。佐藤さんもオーディションでショールーム配信を行っていた頃からタヌキ顔で可愛いと話題になっていました。乃木坂に配属前の研修生時代も人気が高く、ファンからは守りたくなるような可愛さがいいと言われていたほどです。それは現在も変わらず、可愛らしい見た目とふわふわした喋り方が男性の庇護欲を刺激し、守りたくなることが考えられます。また加入したての5期生の伊予木さんと富里さんもタヌキ顔をしており、丸みを帯びた顔の輪郭とクリッとした目が特徴的です。喋り方も佐藤さんと同じくおっとりかつふわふわした感じで、2人とも5期生の中でも特に癒し系な子たちになります。ファンからもタヌキ顔が好きだから伊予木真央ちゃん応援しようかな、富里ちゃんタヌキ顔で可愛いし雰囲気がふわふわしててすごく癒しという声が寄せられるほどです。さらに先輩の柴田優奈さんは、いつもニコニコしていて可愛いと同じ千葉県出身の富里さんのことを乃木曜日の配信で語っていました。この通り長浜さんの人気が出て以降、開催されたオーディションを経て乃木坂に加入した4期生と5期生両方にタヌキ顔のメンバーがいることになります。桜坂46の2期生でタヌキ顔の子は、桜坂46の2期生でタヌキ顔の子といえば竹本結衣さんです。竹本さんも垂れ目で顔の輪郭が丸みを帯びており、典型的なタヌキ顔の特徴を持っています。ネット上でも究極のタヌキ顔こと竹本結衣ちゃん好きが止まらない、タヌキ顔という意味で竹本結衣ちゃんは意外とポスト長浜ねるのような気がするといった意見や声が加入当初に多く見受けられました。桜坂の2期生の中でも一番愛くるしい見た目をしており、ファンだけではなく先輩や同期からもすごくめでられることが多いです。特に2期生最年長の田村ほのさんと関由美子さんは、ゆいちゃんをめでる会を結成しており、ただただ竹本さんに対して可愛いと言いまくることが活動内容だと過去の関さんのブログで語られています。この話を聞いた竹本さんのファンは、俺もめでる会に入りたい、私もゆいちゃんをめでる会に入ってたくさんゆいちゃんのことをめでたいという声がたくさん上がりました。また竹本さんは桜坂の冠番組でメンバーや MC の土田照之さん、澤部さんによくいじられるいじられキャラですが、それも竹本さんの愛くるしい雰囲気や見た目があってこそのものです。このように乃木坂と同じく桜坂にも長浜さんが人気が出て以降開催されたオーディションでタヌキ顔の子が加入しているということになります。日向坂46の2期生、3期生でタヌキ顔の子は、日向坂46の2期生と3期生にもタヌキ顔の子は何人かおり、2期生であれば渡辺美穂さんと丹生あかりさん、3期生の上村ひなのさんが該当します。渡辺さんは丸みを帯びた顔の輪郭と垂れ目で典型的なタヌキ顔の特徴をしています。しかしグループ加入前にバスケットボールを頑張っていただきあって、グループでも随一の負けず嫌いという一面もあり、そのギャップが渡辺さんの魅力です。ネット上のファンからは、タヌキっぽくて可愛い、可愛らしいタヌキ顔だけどすごく負けず嫌いなのがギャップで好きといった声が見受けられます。対して丹生さんは日向坂の中でも一番愛嬌にあふれたメンバーで、冠番組の MC をしているオードリーの春日俊明さんをも虜にしています。春日さんは時折丹生さんを見てにやけるシーンもあり、相方の若林正康さんや他のメンバーがその度にツッコミを入れて、これまで何度も笑いに昇華してきました。また日向のツイッター企画でタヌキのパーカーを着た企画では、ファンの人から「丹生ちゃんタヌキ顔だから今回の企画で輝いてる」とコメントが寄せられているように、ファンの間でも丹生さんがタヌキ顔という認識が広まっています。そして先ほども触れましたが、上村さんも典型的なタヌキ顔のメンバーです。上村さんは可愛らしい見た目や雰囲気、グループ最年少ということもあり、加入当初から先輩たちから実の妹のように可愛がられてきました。また長浜ねるの再来と言われるほど容姿が似ており、まさにタヌキ顔です。坂道運営の好みが顕著に出ているメンバーといえます。またメンバーに限らず、ファンからは赤ちゃんみたいで可愛いと赤ちゃんのように扱われることもしばしばあります。しかし上村さん本人は赤ちゃん扱いされるのは不服に感じているようで、赤ちゃんみたいに可愛がるとムッとした感じになってしまうと丹生さんと金村美玖さんがショールームの個人配信で語っていました。このように乃木坂と桜坂と同じく日向坂も、長浜さんが人気が出た後に開催されたオーディションでタヌキ顔の子が加入しています。オーディションでタヌキ顔の子を合格させている可能性はある。K
検証の結果、坂道グループの運営がオーディションが開催されるごとにたぬき顔の子を意図的に合格させている可能性は十分あり得ます。乃木坂に限らず、桜坂も日向坂も長濱さんの人気が出て以降開催された各オーディションでたぬき顔の特徴を持つメンバーが加入しているからです。各グループでたぬき顔と言われているメンバーたちは可愛らしい見た目をしており愛嬌があります。そういったメンバーは多くのファンから愛されやすい傾向にあり、たぬき顔であるということはアイドルにとってすごくプラスになることです。そして典型的なたぬき顔の特徴を持つ長濱さんが少し遅れてグループ加入することになったのにもかかわらず、欅坂の中でも人気のメンバーとなり、世間からの認知度も平手さんと並ぶほどになりました。そういったことを含め、多くのファンの人に愛されやすさを考慮して意図的に運営がオーディションでたぬき顔の子を合格させている可能性は捨てきれません。今回は坂道グループの運営はたぬき顔大好き説を検証してみました。審査員が坂道グループのメンバーとしてふさわしいと思って合格にしたメンバーがたまたまたぬき顔だったという可能性も十分考えられます。しかし長濱さんが人気になって以降のすべてのオーディションでたぬき顔の子が加入していることには間違いありません。ここまで来るとたぬき顔枠があるんじゃないのと思われてもおかしくありません。現在日向坂46の4期生オーディションが開催されていますが、新メンバーとしてたぬき顔の子が加入するのかも気になるポイントです。たぬき顔の子は異性にだけではなく同性の女性にも好かれやすいので、性別問わず多くの人を虜にしてファンを増やし人気アイドルになってほしいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。